ニケフォロス2世イフォカスは、東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝。中世ギリシア語読みでは、ニケフォロスとなる。フォカス家は、祖父の代から将軍として、東ローマ帝国に仕えてきた、カッパドキアの軍事貴族であり、ニケフォロスも、帝国中央軍の総司令官にあたる、スコライ軍団の司令長官、キ、デルタミューシグマタウヨタカッパタウニューシグマカイラムダニューとして、 対イスラーム戦で活躍し、クレタ島をイスラーム勢力から脱回、イラクリオン包囲戦による、市東地中海の政界権を回復するという功績を成し遂げている。963年、皇帝ロマノス2世が死去した。後継者バシレイオスが幼年だったため、国政の実権をめぐって、軍事権を握るニケフロスとロマノス2世の下で行政の実権を握っていた。 カンガンヨセフブリンガスとの間で争いが起きたが、首都コンスタンティノーポリスの市民は、ニケフォロスを支持し、首都での市街戦を制したニケフォロスが、市民の観光に迎えられて入場した。そして、絶世の美女として知られたロマノスの皇后で、バシレイオスとコンスタンティノースの母テオファノと結婚し、バシレイオス及びコンスタンティノスを、共同皇帝として、自らは、 マケドニア朝の政党皇室の子供たちの義父という立場で皇帝ニケフォロス2世として即位した。また、ジップノバルダスフォカスをカイサルに就任させた。即位したニケフォロスは積極的な対外政策を推し進めた。皇帝となってからも強力な重装機兵軍団を作り上げてイスラーム勢力を相手に戦い続け、アレッポ、タルソスを占領した。さらに、 フォカスケノカ神団は、ヘラクレオス王朝のヘラクレオス一世の時代以来300年以上も、帝国から離れていた、シリアのアンティオキアを脱回するなど、帝国領の拡大に成功を収めた。かつてのキリスト教語大本山の一つで、オリエント有数の大都市であった、アンティオキアの回復に、コンスタンティノポリスの市民は歓喜した。市民たちは、 外旋の更新を行う皇帝を喝采して、王、明けの明星が昇り始めた。朝の星が昇る。彼の瞳に太陽の光が輝く。その前では、サラセン人も恐怖に青ざめて死ぬ。という歌を歌ったと言われる。なお、歌詞中のサラセン人とは、イスラーム教徒を指している。敬虔なキリスト教徒であるニケフォロスはまた、 現在まで続くアトスさんの修道院共同体を講演した。エドワード・ギボンは、この軍勢をローマ軍と呼ぶことに躊躇しないと表している。しかし、長年アラブ人との最前線に立っていたためか、東方の風習が抜け切れず、あれだけ熱狂的にニケフォロスを迎え入れたはずの首都の市民からもすぐに、 半蛮族のように嫌われ、教会が世俗世界に権力を伸ばそうとしている姿を不快に思って、聖職者たちに製品を訴えたため、敬虔な信仰心を持っていたにもかかわらず、宗主教たちからも嫌われた。さらに、連年の戦争で必要な軍費を調達するために、国民は、もちろんのこと、貴族や軍人にまで重税を課し、さらには財源を確保するために、 貨幣の悪いを行った。965年に、ニケフォロスが、シチリア遠征に失敗すると、民衆の不満は増大した。また、フォカス家の親族や関係者を優遇したため、貴族層や軍人まで、ニケフォロス2世に、遠鎖の声を上げるようになった。ニケフォロスは強力な親衛隊を組織し、境界人からの抗議に対しても動じなかった。彼が、危険視したのは、 軍事武のみであり、不穏な動きを見せた老いのヨハネス・チミスケスに対しては、皇宮への出入りを差し止めた。首都の市民や、教会だけでなく、皇后のテオファノも次第に、ニケフォロスを嫌うようになっていった。ニケフォロスは美しい妻のテオファノを、彼なりに愛していたようだが、もともととの華やかな空気で育ち、まだ若かったテオファノと、武骨な老軍人とでは、 そりが合うはずがなかったのである。そこへ、ニケフォロスの親族でありながら帝国軍の最高司令官を解任され、礼遇されていた老いのヨハネスツイミスケスが現れると、ヨハネスに関心を抱いたテオファノは、ヨハネスと恋仲になり、やがて二人は、ニケフォロスの暗殺を画策するようになった。六十九年十二月十日から十一日に、かけての深夜、ついにヨハネスらは、 テオファノの手引きで宮殿内に侵入し、寝室で寝ていたニケフォロスを襲撃した。寝室のベッドではなく、イコンの前の床に寝ているところを切りつけられたニケフォロスは、ヨハネスから呪いの言葉を浴びせられながら止めを刺された。その間ニケフォロスは、ひたすら聖母マリアに祈りを捧げていたという。ニケフォロスを暗殺したヨハネスは、 急いで宮殿の大広間の玉座に座り、皇帝の位についた。ありがとうございます。